スバールバル条約は1920年のパリ会議で締結された北極海にあるノルウェー領スバールバル諸島の取扱いに関する多国間の条約である。スバールバル諸島は20世紀諸島までにノルウェーだけでなくロシア帝国を含むヨーロッパ各国やアメリカ合衆国が探検や領有権主張、石炭採掘などを行った。こうした歴史的経緯から 条約は、ノルウェーの領有権を認める一方で、ノルウェーの法律を、すべては適用せず、すべての加盟国は等しくこの島で、経済活動を行う権利を有すると規定した。また、スバールパル諸島を非武装地帯として、軍事活動を禁じた。このため、第二次世界大戦中を除いて、軍隊は駐屯していない。条約加盟国の国民は、ノルウェーの入国管理や、 税関の審査を受けず、査証なしで入党できる。また徴収された租税は、諸島内だけで使い、ノルウェー本土への流用を禁じている。原加盟国は、オーストラリア、カナダ、デンマーク、フランス、インド、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、南アフリカ、スウェーデン、イギリス、アメリカ。1924年にソビエト連邦、 1925年にドイツが加盟した。現在の加盟国は40を超えるが、実際に諸島で経済活動を行っているのはノルウェーとロシアのみである。スバールバル条約加盟国日付は、基準日国名の右の年号は、加盟年。ありがとうございます。